はいどうもパンケーキこと岸優斗と申します今回は YouTube のチャンネル登録者数が 29,500 人ということで、あと500人で、今年の目標の3万人が突破できるかなという感じでございます。とてもありがとうございます。で、去年の年末に出した動画で、来年は2万人、3万人ってなんか伸びていきたいっつって言ったんですけど、もうね、1年の半分ちょっとで目標が達成できそうで、ってことなんで、まあ、できれば12月末には5万人とか言ってたらいいなと思います。というわけで、今回は、名張りでいいかな。ちょっと諸事情でね、ガチマッチを潜るコンディションじゃないので縄張りバトルを潜ります。ほい、それではデモン海洋博物館の縄張りバトルやっていきましょう。いやー、めちゃくちゃ、まあ、まだ3万人いってないんですけど、めっちゃ早かったっすね。特に1万人から2万人ん ?1 万人なんだろう、1万5000人から1万2万か2万5000人あたりまでめちゃくちゃ早くて、最近ちょっと伸びが落ち着いてきたんですけど、っていうかなんか最近ちょっとなんかスプラトゥーンの動画自体がちょっと全体やられたんだけど、界隈全体でなんかちょっと落ち着いてきてるかなという感じはしてるんですが、気のせいかな。なんかスプラトゥーン自体がちょっともう、なんかオワコンって言ってあれだけど、貸してきてるのかなと思ったり、フォートナイトがちょっと最近強いもんね、と思ったり。まあ、そんな感じでこれからどうしようかなと思ってるんですが、まあ、新しく登録してくださった皆さんがね、一人一回僕のチャンネル登録者数、チャンネル登録してくれてる人が一人一回見れば、一動画で2万再生、3万再生弱はされるわけじゃないですか。なので、ちょっとチャンネル登録してくれてる方はお願いします。チャンネル登録してまだしてないよっていう人はチャンネル登録してチャンネル登録してこれから動画見ていただけると嬉しいでござれ。何気今日8級じゃない、竹はやべえ。なに、こっちを見るのかだよな。途中で撃ってくれるかなと思ったんだけど、撃ってくれなかった。このステージで相手にチャージャーと竹って結構きついな。動けないぜ、きつすぎるなんか一枚やったけど、言い訳なんですけどね、さっきガチマッチできないコンディションって言ったじゃないですか。ちょっといつもやってるモニターじゃなくて、ちょっと今テレビのあれでやってるんですよ。その入力ラグがあって、いつもとは違う感覚でプレイしなくちゃいけなくて、それがちょっと響いてます。というわけで、あと500人で3万人いくので、よかったら皆さんチャンネル登録してください。お願いします。じゃあまたね、バイバイ。よーパンケーキ